どうも、メガネです。さて、今年もやってきました Amazon プライムデー。今回の動画で Amazon プライムデーでお安くなっているガジェットを紹介しつつ、実際に購入したものを皆様のお力をお借りしたいって話もしていきます。デスク周りで使っているアイテムは Amazon ストアフロントにもまとめています。概要欄のリンクからぜひともチェックしてみてください。 Amazon プライムデー、何を買ったら幸せになんねんって思ってた人は最後までご覧ください。ということで、早速 Amazon プライムデー攻略やっていきましょう。まずは最低限やっておくべきキャンペーンをサクッと紹介。詳しく知りたい人は概要欄にリンクを載せているのでチェックしてみてください。そもそも今回のプライムデーは Amazon プライム会員限定のセールです。なので、プライム会員になっていない人はこの機会になっておきましょう。通常だったら会員になってはいおしまいなんですけれども、今なら概要欄のリンクから会員になって条件を満たすと、なんと1000ポイントもらえるキャンペーンが開催中です。この機会に概要欄のリンクから会員になりましょう。続いて、プライムデー期間中のポイントアップキャンペーン。このキャンペーンは読んで字のごとくポイントがアップするキャンペーンで、今回は最大で 15% のポイント還元を受けられます。簡単に条件を紹介すると、キャンペーンにエントリー、合計1万円以上のお買い物、この状態でプライム会員だったらプラス 3%、 Amazon のクレジットカードで支払えばプラス 4%、 さらに対象カテゴリー、これは人によって違うかもしれないですが、対象カテゴリーの商品を購入することでさらにプラス 8% のポイント還元を受けられます。より多くのポイントが欲しい人は概要欄のリンクからキャンペーンにエントリーしてください。さらに、今回のプライムデーはスタンプラリーも開催されております。これも条件を満たせばポイントがもらえるんですけれども、なんと最大5万ポイント当選のチャンス。まあ、自分は過去に何回かチャレンジしても最大500ポイントしか当たったことないですが、5万ポイントが当たるかもしれないという妄想だけでワクワクしますね。スタンプラリーの条件も概要欄のリンクからチェックできます。ということで、セール品どんどん紹介していきましょう。まずはスイッチボット製品から紹介しますが、スイッチボット製品8月1日より値上げされることが発表されてます。だいたい 10% ぐらい値上げされるんで、もともとスイッチボット製品欲しかった人、これからスマートフォーム化したい人はこの機会にぜひともチェックしましょう。まずはスイッチボットでスマートフォーム化するなら欠かせないスイッチボットハブシリーズから。スイッチボットハブミニは前作モデルではあるものの、未だに我が家で現役で使っているアイテムです。スイッチボットハブミニがあれば、換気扇だったり扇風機などのデバイスをスマホや音声から操作できてめちゃめちゃ快適。特に最近暑くなってきたんで、エアコンを声やスマホで簡単に操作できるのはめちゃめちゃ快適です。ただスイッチボットハブミニは給電端子がマイクロ B かつデザインがちょっと生きてないんで、今から買うんだったらハブ2も検討してみてはいかがでしょうか。ハブ2だったら温度と湿度が表示されるし、オンオフのボタンもあるので、デスクで使うんだったらハブ2はありですね。自分は温度計だったり湿度計っていうのはすでにデスクにあるので、スイッチボットハブシリーズはデスクの背面に設置するだけなので、ハブミニを継続して使っております。これからスマートフォーム化したい人はぜひともチェック。スイッチボットカーテンがあれば朝日を浴びながら目覚めることが可能。毎日スマホのバイブで叩き起こされたり、スマートウォッチの目覚まし機能で地震かと錯覚するのは面倒。って時に指定した時間で自動的にカーテンを開けてくれるスイッチボットカーテンがあると便利。もちろん閉めることも可能。スイッチボットカーテンもより静音を上げたりパワーを上げた3があるので、お値段や普段の寝方に合わせてどっちにするか決めてください。自分はいつもループって耳栓を使って寝てるので、スイッチボットカーテン2の動作音でも問題なかったです。玄関の鍵を未だにいちいち鍵を挿して開けている人はスマートロックの導入も検討してみてください。使っているのはスイッチボットロックの無印。これは玄関扉にくっつけるだけでスマホで簡単に鍵を開けられるし、開けた後は自動で正常してくれる。自分は家に着く直前にスマホのスイッチボットアプリで鍵を開けることでスムーズに帰宅。玄関で靴を脱いでる間に自動で施錠してくれる半自動化に成功しています。なお、スイッチボットロックにはより施錠スピードが上がったり、押しボタンが追加されたプロモデルもあります。また外に取り付けることで指紋認証で鍵を開けたり、番号や NFC カードで開けられるパッドもあります。自分は指紋認証対応の Android ユーザーなので、即アプリ起動で開錠できますが、スマホに即アクセスできなかったり、そもそもスマホを使いたくないっていう方は、指紋認証パッドだったりスイッチボットロックプロの導入も検討してみてください。家をスマートフォーム化してスマホから操作できるようになったら導入してほしいのが Amazon デバイス。ディスプレイ付きのエコーショーシリーズもあるけれども、音声で最低限操作できればいいっていう人にはエコーポップがおすすめ。コンパクトでかなりお安く購入できて、我が家ではデスクの配線部分においていつでも簡単にエアコンをつけたりテープライトの色を変えたりしています。小型ながらもディスプレイが欲しいんだったら、最近発売されたエコースポットもありかも。エコーポップのように丸いデザインの半分がディスプレイで、タッチ操作で家電を操作したり時計や天気を表示可能。デスク上でサクッとアレックを使いたいなら要チェック。続いてはデスク周りでおすすめの商品を紹介。デスク周りのアイテムはデスクツアーの動画で詳しく紹介しているので、概要欄のリンクはぜひともチェックしてみてください。まずは現在サブディスプレイで使っている Xiaomi の G34WQi がセール価格に。34インチウルトラワイドクワッド HD 解像度のウルトラワイドモニター。このサイズ、この解像度のディスプレイは他にもめちゃめちゃあるけれども、4万円を切っているディスプレイはかなりレア。しかも中華謎メーカーではなく世界が誇る Xiaomi なので安心感も抜群。
実際に使っているけど普通にウルトラワイドとして活躍中。 G34WQI はレビュー動画もあるので要チェック。デスクはフレキシスポット E7 とカーブ天板のセット。 E7 は電動昇降デスクなので高さを変えて立ち作業も座り作業もできる優れもの。立ち作業しない人も座り作業時のデスクの高さを自分の身長だったり座高の高さや椅子の高さに合わせて微調整できるのでめちゃめちゃ便利。私みたいに座高が高い人でも自分に合ったデスク環境を作れるのでおすすめです。座高が高い、誰が足短い。電動昇降デスクは取り入れたいけれども天板は別で揃えたり、今使っているものを継続利用したい、そんな人はフレキシスポットの E7 の本体すなわち足だけ購入することも可能。我が家で使ってるのは E7 無印のブラックモデルやけど、ホワイトモデルもあるし、フレキシスポットの電動昇降デスクは耐荷重だったり最低高さだったり足の形状なのでめちゃめちゃ種類があるので、自分の体だったりデザイン、デスクの運用方法に合わせていろいろと模索してみてください。デスクのゴミ箱として使ってるのはキャンプ用品のガビングフレーム。ただの金属フレームやけど、これをデスクに取り付けてゴミ袋を引っ掛ければそのままゴミ箱の完成。見た目は終わってるけど誰にも見られることがないんだったらこれはかなりあり。ゴミの量が一瞬でわかるし、ゴミは投げ捨てるだけでいいし、電動昇降デスクに引っ掛ければ昇降者もゴミ袋がそのままついてくる。見た目よりも利便性を重視している人はガビングフレームおすすめです。今使ってるマウスは4年くらいずっとロジクールの MXL を、いわゆるトラックボールマウスのハイエンド機種で、6つのボタンに角度調節機能を搭載。まあ充電端子がマイクロ B って欠点はあるけど、各ボタンにそれぞれ5つの操作を割り当てれば MXL だけで合計30の操作が可能に。これだけの高機能性を持ったマウスが他にないので、後継機が出るまでずっと MXL やな。ただ円安とか重なって MXL の価格はめちゃめちゃ高いっていう人には、廉価モデルの M575 もあり、というより初めてのトラックボールマウスだったら M575 の方が出費が抑えられて良いかも。充電式じゃなくて電池式なのでマイクロ B 問題はそもそもないし、価格は半額くらいなので失敗したとしてもダメージは少なめ。 MXL5 よりボタン数が少なかったりチルト機能がなかったりと機能は削られてるんですけど、初めてのトラックボールが不安っていう人は要チェック。なお私は初めてのトラックボールから MXL5 でした。完全に使いこなす気でいたので。メインで使っているのがロープロファイルのメカニカルキーボード、ローフリーフロー。ロープロファイルなのにガスケットマウント搭載で、打鍵感が通常プロファイルと同じくらい良くて、筐体がアルミフレームなんで質感もめちゃめちゃ高い。そんなローフリーフローが今だったら 40% オフと格安なので、これは買いやな。メカニカルキーボードのごつさは嫌だけど、シザーとかメンブレンとかの安っぽさや面白みのない打鍵感も嫌っていう人はローフリーフロー要チェックです。これから YouTube を始めたり動画編集を始めたいけど左手デバイスはごついし何よりも高すぎるっていう人には、 XPPA の ACK05 がおすすめ。10ボタンに1つのダイヤル、さらにレイヤー機能もあるのでシンプルながら奥が深い。さらに手のひらに収まるサイズ感なので、外出先での動画編集だったとしてもバッグに入れやすいのが魅力的。それは何万円もする左手デバイスの方が高機能やけど、コンパクトである程度使える左手デバイスが欲しいっていう人は要チェックです。個人的に気になってるのは AR グラス。 Apple Vision Pro だったり Meta Quest などゴーグルタイプは高いしごついしちょっと見た目がなんですけど、 AR グラスだったらそんなに違和感ないし簡単に未来を体験できる。ただ自分はメガネユーザーだし、 AR グラスで普段の作業環境をそのまま AR 空間に持って行って作業できるかが心配。普段から AR デバイスで作業している人がいたらどんな使い心地なのか教えてください。続いては充電器を見ていきましょう。小型かつ多ポート搭載、さらに見た目が良いのが CIO の充電器。今使ってるのが CIO のノバポートトリオの 65W モデル。このモデルは Type-C ポートが2ポート、 Type-A ポートが1ポート搭載された合計3ポート充電器。さらに PPS45W に対応しているので、 Galaxy S10T フォルトなどの Galaxy デバイスは最大充電の 45W で充電可能。充電器自体は 65W 最大出力なので、 Mac などの PC の充電も快適に使えるのが魅力的。 CIO 充電器の脂肪加工はおしゃれではあるものの、メタリックの方がいいっていう人はユーグリーンのネクソードシリーズもおすすめ。この充電器は最大 45W 出力なので CIO よりかは出力が落ちるけど、 PPS45W 対応は同じなので S10T フォルトなどを最速で充電可能。もちろん CIO もユーグリーンも他のサイズだったり出力でいろんな充電器があるので、ぜひともチェックしてみてください。ただの充電器じゃなくてモバイルバッテリーとしても使いたいっていう人は、この読み方がわからないモバイルバッテリー兼用の充電器もあり、自分はこれを外出用に使ってます。なんといっても1万ミリアンペアアワーでありながらも Type-C ポートが2つあって、コンセント一体型、さらに充電器仕様で最大 60W、 モバイルバッテリーとしての仕様だと最大 40W で充電可能。モバイルバッテリー兼用の充電器は他にもたくさんあるけど、ここまでの出力のものはなかなかないです。
謎メーカーですが勇気がある人は要チェック。やっぱり謎メーカーが怖いっていう人はアンカーが同じような充電器を出しているのでこっちをチェック。アンカーパワーバンクシリーズにはモバイルバッテリー機能に充電器機能、さらにはケーブルまで内蔵したオールインワンタイプが登場。出力は最大で 30W なので弱いですが、安心のアンカー製かつオールインワンタイプなので他に荷物を持っていきたくないっていう方は要チェック。さらに大容量がいいんだったら733パワーバンクもありますね。この充電器だったら最大 65W で充電可能だし、3ポート搭載。実家だったりホテルの充電器にこれを挿しておけば一気に充電できますね。まあその分でかいけど。ワイヤレス充電器を試したことない人はまずはアンカーのパワーウェーブ10パッドはいかがでしょうか。数年前の古参の充電器でマイクロ B で給電っていうのが難点やけど、1500円でお釣りが来る割にはちゃんと充電できる。さすがに出力は弱いんでスマホを充電するには向いてないけど、ワイヤレスイヤホンの充電だったら問題なし。逆に未だにワイヤレス充電非対応のイヤホンを使ってるっていう人はまあいないと思うけど、もしまだワイヤレス充電に非対応のイヤホンを使ってるんだったら後で紹介するイヤホンを検討してくれ。充電ケーブルとして人気なのがこのアンカーのパワーライン3フロー。市内化ケーブルとして人気を博していて、マジで絡む心配がないのが魅力的。適当にくるくる巻いててもほどけば一瞬で元通り。硬い充電ケーブルを使っていたっていう人は一度このパワーライン3フローを使ってみてください。 Type C to Type C はもちろん Type C to Lightning もあるので、お使いのデバイスに応じてチェックしてみてください。なお映像出力には非対応なのでその点はご注意を。パワーライン3フローの CIO 版がこのケーブル。長さのラインナップが豊富なのと、安価よりちょっと硬いのが特徴。カラーリングなどの好みでどっちにするか選んだらいいかな。 CIO のケーブルもライトニング版があるので要チェック。デスクにケーブルを導入したら購入してほしいのがケーブルホルダー。ケーブルホルダーを使うとケーブルをデスク上に固定できるのでケーブルが落ちてイライラすることなし。カラーはブラック、ホワイト、ブルーの3色あるのでデスクの雰囲気に合わせてお選びください。続いてはイヤホンを見ていきましょう。今のメインイヤホンかつ今回のプライムデーの目玉商品がこちらのゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4。圧倒的なデザイン性と圧倒的な音質が魅力の一機。ノイキャン性能はそこそこ高いにとどまるけれども、それでもそこら辺のイヤホンよりかはレベチ。オーディオガチブランドのイヤホンは機能性が残念なことも多いけど、ゼンハイザーモメンタムトゥルワイス4は機能性も操作性もレスポンスもかなり高いのでおすすめ。最高峰のイヤホンが欲しい人は要チェックしてください。開放型のイヤホンでおすすめなのがファーウェイフリークリップ。多くのブランドが出している耳掛け式じゃなくて耳に挟むイヤーカフタイプの開放型のイヤホン。開放型なのに割といい音質だし、操作性もまずまずいい感じ。そして何よりその圧倒的な装着感の軽さが魅力的。他の開放型はほぼ対応していないマルチポイントにワイヤレス充電に対応。装着感の軽さと機能性と音質を求めている人は要チェック。なお最近パープルカラーやブラックカラーのようなギラつきがないベージュカラーが新登場したので新カラーも要チェック。セミオープンタイプの完全ワイヤレスイヤホンジャブラエリート10が驚異の 43% オフ。なぜか有名 YouTuber がこぞってレビューしなかった謎のイヤホンなんですけど、この価格だったら割とありなんじゃないかな。セミオープンタイプなので耳の負担が少ないのにノイキャンは結構効くし、音質も良さげ。ドルビーアトモスの空間オーディオも対応しているので他とは異なる体験がしたい人は要チェック。日本人はとりあえず iPhone を使っておけば OK って話はこの動画でしたんですけど、 99% の人は AirPods Pro を買って問題ないっていうのも付け加えたい。イヤホンなんてうぞうむぞうあるんやから、詳しくない人、こだわらない人は AirPods Pro で OK。 むしろ他のイヤホンを使うのに悩んだり失敗する時間、リスクを考えれば AirPods Pro を買ってさっさと幸せになるのがおすすめです。それに AirPods Pro なら使ってる人が多い一般化されたイヤホンやから、珍しいイヤホンを使って他人に変な目で見られる心配がないのも良いポイント。値上げで定価が4万円近かったのが3万円台前半なので要チェックですね。ノイキャン最強三重視の Apple AirPods Pro、 ソニー WS-X Mark5、 そして最後の一角が BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーバッツ。かっこいいデザインと圧倒的なノイキャン性能が魅力的。ワイヤレス充電とマルチポイントに非対応なので自分は買ってないけど、店頭で試乗した感じ、ノイキャンつけた瞬間に周囲の音マジで消えた。高機能性よりも無骨さだったりノイキャン重視の人は BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツチェックしてみてください。そういや BOSE の QC ウルトライヤーバッツマルチポイント対応したんか。ってことでいろんなイヤホン紹介したんですけど、こんな高いイヤホンなんて買われへんわっていう人はアンカーサウンドコア P40Y 一択。このイヤホンはマジでバケモン。コンパクトデザインの中にそこそこの音質でノイキャンも強くて、外音取り込みも使えるし、再生時間も長いし、機能性も結構高い。さらに充電ケースがスタンドにもなるし、デザインもまあまあいいし、それでいて1万円を優に切る価格はマジで破壊的。むしろこのイヤホン以外のイヤホンを買うんだったら明確な優位点がいるぐらいやな。とりあえず安くて使えるイヤホンが欲しい人はアンカーサウンドコア P40Y 選びましょう。ということでここからは実際に購入したものを紹介します。これからまだまだ買うかもしれないんで、こういうのもおすすめっていうのがあればコメント欄で教えてください。動画編集には先ほど紹介した XP ペン ACK05 をこれまで使ってきたんですけど、やっぱりボタン数が足りないのでガチの左手デバイスを購入。いろいろと左手デバイスあるんですけど、ボタンとダイヤル数が多いツアーボックスネオを選択。
一応上位モデルにはツアーボックスエリートっていうのがあるんですけど、 Bluetooth に変わるのと振動が増えるだけなんでネオを選択。なんならこれ以上 Bluetooth 機器を増やしたら Mac がもう対応しきれずにイヤホンの音が途切れるってことが分かってるんで有線の方がありがたい。まだ届いたばっかで何も設定してないけど、これからカスタムして使いやすくする予定。ホコリ取り用のブラシも購入しました。ちょっとしたホコリだったら適当にティッシュで取ればええんやけど、チェアの下のホコリがえげつないことが判明したので一気に取るために購入。一応ティッシュで取れるか試したんですけど、マジでホコリが待って地獄だったんで、このホコリ取りモップで一気にきれいにします。どうやらホコリを取った後にブラシをケースに入れて出し入れしたら勝手にホコリがケースにまとめられるらしい。これからのお掃除用品として使っていこうかなというふうに思います。でこの動画の最後に今買うかどうか検討中のものを紹介。部屋の壁に収納ロックを作るかどうか迷ってるんですけど、我が家の壁は画鋲が刺さらないタイプの壁なんで画鋲で留めるタイプの収納は不可能。かといってテープみたいなんで貼り付けるのは落下が怖いし壁紙が剥がれそう。ってことで突っ張り棒に有効ボードをつけまくって収納を作ろうか計画中。とりあえず突っ張り棒は他ですでに使っている平安振動工業のものを使おうと思ってるけど、有効ボードはどれにするのがいいのか、そもそも有効ボードをどうやって取り付けるのかっていうところで迷い中。何か皆さんのアイデアがあればどしどしコメントください。今回紹介したアイテムは全て概要欄に Amazon リンク貼っておきます。またデスクで使っているアイテムは Amazon ストアフロントにまとめているので要チェックです。皆様のおすすめアイテムがあればコメント欄に書いて私の物欲を刺激してください。 SNS は TwitterX、Instagram、TikTok やっております。フォローよろしくお願いいたします。ということでまたいつかどこかでお会いいたしましょう。お相手は名店舗のメガネでした。バーイ。本業のボーナスが入ったんでバンパカバンパカ買おうかなと思ってたんですけど、 Z フォールド6買うし、多分 Buds 3 Pro も買うし、これは破産ですね。